ジェフルーノーはアメリカ合衆国のビジネスマン MLB のヒューストン・アストロズのゼネラルマネージャーを務めたメキシコ合衆国のメキシコシティ出身ペンシルベニア大学で経営学と工学の学士を取得しておりノースウェスタン大学のケロック経営大学院では MBA を取得している9階に入る前は大手コンサルティング会社のマッキンゼーカンパニーに 勤務したりしていた。その後、2003年より、セントルイスカージナルスのフロント入りした。2005年に、スカウト部長となり、ドミニカ共和国とベネズエラにアカデミーを設立。2006年からは、育成部門のトップも兼ね、メジャー最低との悪評が定着していたマイナー組織を、立て直して2011年のワールドシリーズ制覇に、繋げた。2011年12月、 ヒューストン・アストロズの GM に就任した。当時のアストロズはこの年に、球団史上初の100敗を喫するなど会議、低迷、さらにドラフトに大金を継ぎ込むことを嫌がった影響で、ベースボールアメリカのマイナー組織ランキングは2008年から29位、30位、30位と、上に、戦力なし、下に、希望の星なしと焼けの腹状態だった。そこで、ルーノーは、 予算削減で閉じていたベネズエラのアカデミーを再開して中南米へのスカウトを拡充したり国内スカウトの予算人員を増やすなどの手を打った2013年まで3年連続100倍以上の屈辱を味わったが2012年から導入されたドラフト新制度をどの球団よりも巧みに利用して最低ランクだったマイナー組織を有望株の方向に生まれ変わらせた また、ホセ・アル・トゥーベ、ジョージ・スプリンガー、カルロス・コレア、ダラス・カエケル、ランス・マッカラーズ・ジュニアら生え抜きの若手が育ち、ルーク・グレガーソンやエヴァン・ガティスらを加えた2015年には10年ぶりにポストシーズンへ進出した。さらに2017年にはワールドシリーズ制覇を果たした。2020年1月13日、前年に発覚したヒューストン・アストロズのサイン盗み問題を受けて、 MLB コミッショナーのロブマンフレッドより、ルーノーに対して2020年シーズンの1年間職務停止処分が下された。コミッショナーからの処分を重大視したアストロズ球団オーナーのジム・クレインにより、ルーノーは GM を解任された。ありがとうございます。